酒井様、お見苦しいところを。純真、今のは何だ。人探しを頼まれたのですが、私ではお役に立てず。案ずるでない、俺が話そう。ありがとうございます。加えて村のこともお礼申し上げねば。これで立て直せます。民のために尽くしてくれ。では。武装した者と一緒。そうか、助かった。尋ね人は見つかりますか。形状に名があった盗人だ。手を貸しましょう。私に始末をつけさせろ。武装した者もおると聞きました。浪人だろう。だからこそです。確かに一人では手に余る。力を借りよう。なれど、詮索はしてくれるんだ。承知しました。浪人は村外れにある橋に向かったらしい。ついてこい。盗人とは何者ですか。あろうことか、襲われた我が館を漁り、貴重品や家宝をまんまと盗み寄った女だ。そやつの名は舞。我が家のかつての次女だ。3年前盗みの現場を抑えられ、夫を怒らせてな。穏便に済ませたかったが、糸間を取らせた。処遇を悔やんでおいでか。あやつとは親しかった。裏切られ傷ついたのは私だ。来たぞ、舞だ。浪人もおります。密やかに近づきましょう。何でも売ってやるから、今少し待っておくれ。もう遅い。主が直々に売るそうだ。さあ案内しろ。金をやる。だから任せて。金などないくせに。櫛がある。金と真珠の飾りだよ。私が送ったものだ。なかなかいい値で売れそうだ。よせ、主に殺される。ざれ言はいい。宝の在処に行くぞ。舞と話すのであれば、浪人は処するべきです。数を減らすほどに家宝を取り戻しやすくなるかと。見つかるでないぞ。舞が傷ついてしまう。待て、見つかりたいのか。隠れろ。近すぎる。気を抜いておるな。私が。そう近くはないね。間が持たないだろうから。小話でも。今は昔、茶屋で働く女がおりました。その人生は辛く、彩りもなし。ところがある日、坊主が茶屋にやってきて、一目で女と恋に落ちました。
すぎる。俺の女房も変異するぞ。それが女女が坊主は気づくやいなや金の下に隠れます。女は火を吹き金を溶かそうとしたところ、中の坊主は炎に包まれ焼け死んだとさ。マイと話をしたい。お待ちしましょう。あの人殺しどもに頼まれて我が家宝を盗んだのか。なぜ私を裏切った。いいえ、背を向けたのはあなたの方。そなたを助けたのだ。夫は死罪を望んでおった。わからぬか。分かってはおりました。よいか、私は足立家の女なのだ。盗人とは共に行けぬ。今でもあなたならば誰の差し金か言ってくれ。家族の仇なのだ。殺されます。そなたに手出しはさせぬ。隠し場所へお連れします。お主の主は侍であるな。その名は愚か、顔も知りません。あちらから文が届くのみなので、我らのことは知っております。なぜだ。わかりません。文にはあなたを深く慕う気持ちもその痛みもわきまえていると。一体舞と私は深く思い合っておった。主は宝が壊れていないかどうかひどく案じておりました。売るつもりでしょうか。あれは一族にとってのゆかりの品。売ったところで金にはならん。ならば元より売るつもりはなく、手元に置いておくためか。文での物言いもそうです。自分のものであるような。足立家より他の家に渡ったことはない。生き残った者もおらぬはずだな。あの茂みに隠してあります。ジン、取ってきてくれ。別れの挨拶をして。そなた浪人どもにあの櫛を売ろうとしておって、家宝を守るためあなたが生きてると知って返そうと思ったのですが、私は言うと櫛は手放さないで。礼を言う。舞はすでに去ったぞ。ジン、伝えておきたい。実は皆まで話す義理はありませぬ。私にとって夫が全てなれど、舞のことも等しく。分かっております。この心に偽りはない。奴らの主に慕われておる様子。夫以外で夫婦になろうと思った者はおらぬ。ただの一人もな。やはり出任せ
話を合わせ舞を引き入れたのか。一体誰がかようなことを。探しましょう。じきに見つかります。豊玉でやらねばならぬことがある。お主にも来てほしい。